Yeah, yeah. アニバーサリー強調よチェックの日また百科と嫉妬でニャンコがシーメニモン飲みせる軍艦の四国調のウェイ見た目剣のそろったモラモラ言われがちみのトウェイ大臣小売商大臣クリエイト怪人口先マジのガスのやつで動かない月謝前四五三件オリコー三件全軍ゲスト YO ナムズ M の皆さんのおかげです。3年 B 組私たちの日常は突如この男によって壊された。担任の高坂による恐怖政治が始まったのだった。起立注目、今日も俺の授業を始める。レイというわけで目の前にですねお三方の名前の書かれた紙と課題が書かれた紙が無対象アイテムとなってあります、はい、課題、はい、そこから私が引いて課題を出しますので、はい、まあ2人の方には頑張ってもらおうかなと思います。え一人だけ生き残ります。課題クリアできなかったら死ぬ。原作がそうだからしょうがない。やだ俺だってそんな、やだよ俺だってそんなことしたくない。まだ死にたくないですよ。じゃあ行きますよ。はい、はい、これなんだ、これなんだ。そして今何課題を引きます。はい、今日の一人目の課題をやる人はローマ字が書いてあります。うまっ、よっしゃっしゃっしゃっ、うまっ、頑張れよ、はい、うまっ、起立、はい、はい、じゃあ、他の2人にはマジで言えないラインのマジで直してほしいところ。じゃあ、あの2人とも耳を、はい、これ耳を塞ぐレベルで大丈夫ですか。いや、知らないです。その後のあなたたちの人間関係は知らないし聞きたくないよ。聞こえてます。正直、ここで解散するわけにはいかねえ。黙れ黙れ、サランプランターに続くんだ。どうしよう、じゃあ一角、一角から、はい、こっちの話は聞いてくれるんですけど一応でもあの割と最初から本人の意思が結構硬いから完全に通らないって分かってるのに聞いてくるあたりがちょっと直してほしいなっていう。何何にめっちゃ笑ってるよ、ね、どうせもうお前やる気でしょってことでしょ。アトリの声も何も聞こえないよ。お前うるせえよ、うるせえよ。なんかあの LINE とかの文章もそうなんですけど、はい、結構こっちは真面目に真面目な話をね、話をね、はい、しているのにちょっとあの指摘に返してくるんですよ。ちょっとポエムチックに返してくるからめっちゃ笑ってる。ちょっと僕は、ね、短期なんで嫌ってして今真面目な話だぞって今そうそう、ちょっといや今そういうのじゃない。うん、まあ課題クリアです。おお何を言われたんだ。え、何本日2人目の課題です。はい、これで終わりです。はい、ひらがなであとりと書いてあります。じゃあ、あとり課題発表します。はい、気使ったとか、まあ、これなら旧大点だとかではなくてもう本域の一番自信のあるモノマネって書いてありました。これあれですよ、他の二人は耳塞がないです。今この場で爆発するんだから、俺後から次元爆弾なんだ。もう余計なこと考えなくていい。あ、はい、分かりました。じゃあ、アトリさんの本域のガチのやつまで3、2、1。シュッ。え？分かったよ、俺は分かったよ。一角さん説明してもらっていいですか。ツイッターの正解。あのこう最新の情報をスワイプして更新して出てきた時の音だ。そう、アトリは後で殺せます。やったー、はい、キレッツキレッツ。注目、今日も俺の、授業でした。レイ、ありがとうございました。ありがとうございました。え、殺さないで。ねえ左手くん、なんだい川くん。左手くんは何する人なの。
僕は YouTuber だよ。どんな YouTuber？ バーチャルな YouTuber だよ。 YouTuber は何する人なの？映像作家だよ。じゃあバーチャル映像作家だね。やめなよ、ゴーストライターみたいな言い方。監督は誰なの？僕は監督。脚本は誰？僕が脚本。じゃあバーチャル脚本家だね。やめなよ、ゴーストライターみたいな言い方。ゴーストならまだ良かったのにね。おらららららら、やめなよ、そういうトゲある言い方。じゃあ3、2、1で忘れます。はい、3、2、1。ねえ左手くん、なんだいカオくん。左手くんは何する人なの？僕は YouTuber だよ。 YouTuber って何する人なの？あれ左手くん、この話前にもしませんでしたっけ？はいよー、ハセロトニンニン、吸血鬼のコウタです。おかゆめとこ団長です。さらせてもう早速始めとです。というわけで、はいはい、本日はですね、うん、俺が家に一人でいるときに考えついてしまった、はい、うちうちゲーム。え、うちうちゲーム。今うんちっつった。うん、うちうちゲーム。うん、うちうちゲーム。うちうちゲーム。使うのはね、これだけ。無対象アイテムのスマートフォン、はい、こちらでボイスメモ、はい、片方がボイスメモの録音ボタンに指を添えて構えます。うん、そしたら相手側はうちうちうちってうちうちをもうずっと繰り返します。で、スマホを持ってる側はタイミングを見計らって録音します。はあ、そしてタイミングを見計らって録音を切ります。うん、そして再生します。チンチンって言ってあった方の勝ち。え、これ相当むずいぞ。これね、家でね一人でやったんだけど、うん、相当むずい。じゃあ、あのうちうちを言う人が、あのこう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 でいいんじゃない？守りね。うん、オッケー。じゃあ何、俺が攻め最初。うん、いい、オッケー。うちうち言ってください。わかりました、行きますよ。はい、んち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 ん。できた。さあ聞いてみましょう。んちんちダメだな。難しいでしょ。難しい。よし、行くぞ。行きますよ。はい、どうぞ。んち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 ん。はい、取れた。取れた。行きますよ。うん、ちんちんちん。あー、惜しい惜しい。チンチンチでしたね。くっそー。あ、でもなんとなく分かった。あ、コツ使うんだ。コツ使いました。いくぞ。んち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 ん。早くない？だってどうやってもいい、だから自由でしょ。あ、そう、まあね、うん、行くよ。チンチン。アンジョの速さにあの、油断してしまったわ。うちしか言ってない。オッケーオッケー、行きますよ。はい、チュン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 。よし、来た。おい、あ、でもちょっと早かったかな。いきますよ。はい、チュンチュン。どうどうどう、待って、いけたんじゃないこれ。もう一回いくよ。おう、チュンチュンチンチじゃない。うわ、くそ。でも分かってきた。チンチンチと、うん、チンチはもうマスターしてるわ。もうマスターしたからね。いきます。んち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 んって言ってない？言っちゃうねこれ。ダメだよ、ちんちんって言っちゃう、ルール違反ですよ。ねえねえ、これ動画にできるこれ？ダメでしょ。ずっとこれ大丈夫かな。だってちんちんって言ってないんだもん俺らは。んちうちしか言ってない。んちうちしか言ってない。わかったよ。せーの、んち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 ん。疲れた。いきますよ。うん、チンチンチン。あー、あー、むずいね。じゃあお願いします。いきますよ。はい、チン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 。あー、お前一瞬遅らしやがったな。もうテクかったろ。くそー。どう、チンチン。きた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 。やったー、よっしゃー、やったぜ、やったぜ、やったやった。僕が行こう、僕が行こう、僕が行こう。チンチン。いや、やった。これどうですか、高坂さん。これはもう問答無用です。アイドル勝利。よっしゃ、勝った。すごいね。今までで一番喜んでる。なんか達成感すごいこのゲーム。本当に。うん、これぜひみんなにもやってほしいゲームですね。ぜひね。はい。いろんな VTuber の人に。人に。うん。やってほしいですね。はい、あの携帯あれば誰でもできるんで。そう。はい。今時スマートフォンってみんな持ってる。持ってますからね。ぜひ。はい、チャレンジしてください。楽しもう。バイセンキュー。ぜひバイセンキュー。ミー TV 人気ナンバーワン恋愛リアリティショー、
白雪とゴリラ君には騙されない。信じてください。ゴリラ君じゃないって信じます。好きなふりをする嘘つきゴリラ君は一体誰だ。恥ずかしくて熱い。私も恥ずかしい。そして脱落したメンバーは復活するのか。二人っきりだと緊張しますね。そうですね。7人と1頭の恋はクライマックスへ。ねえ、ゴリラじゃないよね。私はゴリラではありません。 MeTV にて毎週日曜夜10時から放送中。竹谷さおだけの褒め上手講座。皆さんこんにちは。最高。皆さんこんにちは。褒め上手系バーチャル VTuber の竹谷さおだけと申します。褒めてますか？一説によると褒め方には10万通りほどあると言われておりまして、様々な効能があると。そこで皆様にも褒めの真髄を味わってもらいたく、褒め上手講座を開催させていただきます。これから出すイラストについてですね、褒めポイントを3点ほど上げていただければと思います。レッツシンク、メジャーデビューおめでとうございます。タイムアップ。さあ、おじさんの答えは、いやー、高坂さんはね、本当にラップがお上手。今年流行りのビッグシルエットコーデが大変おしゃれですよね。ファッションモンスターでもあると思います。トーク力、なかなかできることでないよ。そして安城さんはワイルドな中にも少しお茶目で抜けてるところがとってもキュート。なかなかにかっこいい歌声でもうおじさん狂っちゃうよ。たくましくて凛々しくて国宝級。ん？この野郎、オメロンブックスでわいせつなブックスを隠し購入しているではないか。のフラチモノめ、そんな欲望まで隠し持っていたのか。三大欲求の質量が膨大になりすぎてまるでブラックホールのようだな。マゼラン望遠鏡。ということで、皆さんもこれを利用して身近な人類を高みへと登らせてくださいね。竹谷さおだけでした。お疲れ、竹谷さおだけ。メイドー、メイドー、メイドー。ケケスケの小坂です。ボーゲーム男の安城です。サラセデモンサスメントです。というわけで本日ゲスト、浅野瑠璃。はい、久しぶり。みんなと響き合いたい、響き合おうでーす。イエーイ、はい。というわけで、この2人をゲストに招いてですね、本日はこれ、はい、番組内コーナーになってます。はい、モンサスメイト1周年記念の、はい、番組の中で放映されてます。モンサスメイト誰が持ってる顔選手権、行きましょう。イエーイ。というわけで全員経験者、はい、初です。意外かいにもメンタルに来ちゃってんじゃん。浅野さんに関しては俺に顔を掴まれて、そう、吐きに行けない。そう、もう絶対やらせない今日は。そして響きに関してはエルゴを発症する。雪並みさん、嫌な事件だった、出身がバレる。というわけでルールは簡単です。目の前に12個のシュークリームがありますが、この中のうち4つがからし入りです。早速順番決めたいと思います。はい、じゃあ青何番。1番が一番確率低い。じゃんじゃん。くそ、負けてらんねえ。2番で負けてらんねえ。3番でじゃあ4番でいきましょう。はい、先陣を切ってさっきいきましょう。見ずにいきます。楽しんでるもんだって、はい、え、何何何何、どうしたの。おいしいんだ。おいしい。あ、おい人に見られてると吐けないからね。みんな後ろ向きも吐ける。あ、見てない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 よ。見てないよ。後ろでガサ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 。ゆきさん、吐きました。吐きました。あー、吐いたけど、え、もういいの。いや、すごい気になる。1番って魔の数字なんすよ。アンジュさん引くもんね。あ、僕引きますからね。ひびきさんが幸先よくね、先陣来てくれたことで、アンジュさん続きましょうよ。あのね、1番もう引いたから、もう次絶対来ないんすよ。いきますよ。はい。なんで持った時から呼吸悪いの。いや、そんなことない。いただきます。はい。うん、おーい、10分の3、はい、ほぼ3分の1ですからね。見てこい。まあまあまあ、響さんにパス出すんで、このゲーム、VTuber で一番やってんの、俺、せーの。もう急に思い出して胃が痛くなってきた。ちょっとビビってんだな。ビビるね、ビビるね、ビビるね、入れます。
洋館で。どうぞ。辛い辛い、うん、ほらまたエルモだよ。キシヤンキシヤンキ、おかしいよ。ガサガサガサって音が聞こえる。終わりました。よし、これだってあと一人引いたら終わりだからね。早く食べちゃってください。全部いきますよ。はい、セーフ。オッケー、じゃあ6分です。コースがいきます。引け引け、めちゃくちゃ流れ乗ってるわ。せー、うん、じゃあ料理ね、5分の1いきましょう。はい、いきます。はい、せー、おー、どうする。残り4つだけど、一気に行ってもいいし、うん、まあ響さんのあれを見てもいいし。なんで青が引く前提なんですか。じゃあ響が食わないってんだったら一人で行こうよ。分かった、食べない、いきます。じゃあ響が青、はい、25%。 ん、マジで本当に。青ちゃん、みんなあっち見て。青ちゃん、あっち行こう、あっち行こう。みんなあっち見て。泣いちゃった。大丈夫、ほら泣いちゃったじゃん。泣いちゃったじゃん、また泣いちゃった。女子にばっか花もさせて申し訳ないんで、2回戦行きましょう。なんで、今度はわさびです。よっしゃ、いくぞ。1番が一番引いてるんで、うん、まあ小坂は2番で読んで。ダメですよ、男気を見せなきゃダメだよ。3番で。おい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 、いきます。はい、はい、甘かったんだ。おーい、OK、 じゃあ小坂いきます。はい、どうぞ。あ、これセーフでしょ。あ、これ、これ大丈夫。マジで強いわ最近。セーフ、わーすげえ。はい、はい、はい、いきます。はい、どうぞ。うん、おっ、アンジョさん、なんと初のおそらく、ゼロ抜けしてるんで、はい、せっかくの1周年、モンスターズメイトゼロで抜けましょうよ。わかりました。うわ、じゃあ行きたいと思います。はい、見したれ見したれ。うん、そんなにすぐフラグ回収しなくても。アンジョさん持ってんな。めっちゃ面白かったよ。持ってんな。やばこれ。これもいっぱい入ってるの。いただきます。はい、はい、お、どっちどっち、うん、よし、おーい、パーフ行きたいよね。はい、そう、マジか、ね、マジか。高速抜けてパッて見たら、響きがすげえ顔してバケツ持ってるの。あの、なんか笑ってるとかじゃなくて、地獄を見るような目で。6分の2、3分の1。セーフ。大丈夫大丈夫、怖い怖い、大丈夫大丈夫。よし、いただきます。どうぞ。物食った時にブッていうの漫画以外で見たことなかった。もうやだよ。漫画を見た。1周年記念、4人で締めましょう。乾杯。乾杯。ほら、うわ、あのね、もう今下に感覚がないです。というわけで、1周年特別番組ロシアンシュークリーム、高坂一、朝の1、響き3、アンジョ3、はい、それで響きとアンジョの優勝。よいしょ、イエーイ、イエーイ、嬉しくない。1周年記念番組ロシアンシュークリームでした。ボーイ、サンキュー。あわらゴミとの地へとたどり着こう。茨の道の向こうは静かな光、踏み出す痛み、決して止まることだけはしない。
いつの日から Back my mind 負け出してた未来逃し続けた Day by day 取り返しに行くんだよ機会しかない My pun try and error 転んじゃって怪我差し伸ばす手は俺向かないこの世界嫌い調べさされるキャラそれでも全身かける全身のレッツ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 かける全身のレッツそれでも全身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 かける全身のレッツくんざれ向かいから風風荒れてあれ一倍以下の可能性でも悪あがきだと見下されても恐れない強がりじゃない後ろ向いたら見えなくなる未来